払ってない。お前が有利だって言い合ってるようなもんですね。そんな感じですね。はい。あ、でも俺はあのちゃんとした立場にいるバナオさんに行くとか分かりそう。バナオさん、これどっちが有利なんですか。ヤンネクロ5分。バナオさんが多分確実な5分。まあ確実に、はい、5分っぽいと言うと、バナオさん確実にはちょっと言い過ぎですけどね。確実。さあ、K君が珍しくどうした。話で出たか。話にしよう、 EX だったし。うん、なんだ今の、トミニー。あれは運が悪かった。運が悪かった、はい、ありがとうございます。リープはさすがにタラダイ。この辺まで来ると杉山の活躍がかなり重要になってくる。 1P チーム EX ソロでっけ。もうこれ杉山完全見えてますね。すげえな。お、投げ式に投げを決める。白鵬、白鵬ドリルで返していく。これは EX ソロが確定しないままに EX ソロで突っ込んで、まあワイドリはさすがにケイ君うまい。赤ブロ狙うが画面足から逃げれない。逃げ出して連携確認はミスター。今出なかっただけですね。投げで奥攻め、電気が置いてある。超ドリューツーパンチ強えな。おい杉山強い。それが国